見ながら言ってくれ。どういうこと？爽やかだな。危ない危ない。怪我する。さあどう似合う？似合うね。石原裕次郎並みのこの。そっくりこの辺が、ほんとほんと、ああいう格好じゃあ一瞬じゃあ俺がもっともっと細くないとダメだから、ほんとそっくり。誰に似てんの？ピーター・ホンダ。かっこいいじゃん。かっこいい、イージーローじゃん。あの髪型大変かっこいい人に大変かっこいい人に例えられ、いったうわ誰今いった、飛んできた飛んできた、いったいた危ないからこっち足何を弱え痛い痛い、アゴだらけ、ごめんなさい、どうぞカラーリオ。なんでやカラーリオ。ケツ出すカラーリオ。いやの。今言ってんのはその高いのすぐそばにある。あの向こうは何？あこの島？島みたいな。マカリメッセ。ここはあそこやばしてないんでしょ別に。他のがでかいからね。目立たへん。だから。中野門の集まりの精一杯の知恵出してるから、ね、中華街もあるよね、中華街もある。あの橋何、あの光った橋ベイブリッジ、それは知ってんの、合ってんの、それは知ってベイブリッジでいいんだよね、合ってる、それは知ってんの、合ってんの、はい、もう一個なかったっけ、レインボーレインボーチャンネル、それはどこに千葉のリンパ工業中継、あっちの市原の方で、台場はどっちだ、台場は分からん、台場は角度的には向こうじゃん、チリ大好きだったからね、だけどこいつになってないし、今もストッパーみたいにこうやってそれだけはやっとった、右サイド崩したい、だいたい右サイド崩したいんだから崩されたら用心に行けば人数も揃ってるし、右サイドもアップして逆の左の外側に持ってかれたって、あの崩しがないから、そこになったら明治が対応すれば全然いいんだね、左サイド右サイドやられても絶対上がって飛び出すの、左サイド8番かかる、あ右サイド、右サイド、左サイドはえイズマイル、この後12時半から食事ね、それより前行かないで、12時半から1時あ、豪華やばい、ずっと、えびん、le match que vous avez fait contre la Belgique a levé parfaitement ce doute。 大会に入る前にあえてまだまだ疑問があって、自分のサッカーは通じるなのかっていう疑問があれば、やっとこのベルギー戦が終わって、はい、この我々のサッカーは通じるんだっていう強い、On peut même dire, pour voir que dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas de grands et de petits. 要するに、このワールドカップの中でみんなは十分見たと思うんだけれども、ビッグチームと弱いチームっていう差がほとんどない。Donc c'est une équipe qui va peut-être jouer avec la pression de dire on fait la différence ce soir.Et en même temps, qui peut se rassurer sur le fait qu'elle a encore un rattrapage. だから彼ら、ロシアの approach というのは、今日の試合で勝って、これでグループリーグが突破は決まる。ただ、今日は負けなくても、負けたとしても、まだチャンスがあるっていう、プレッシャーのなさの中でやる。Je pense que c'est là le point faible. だけど私はそういうプレッシャーのなさでやるっていうことは、逆に彼らの弱点だと思う。C'est dans cette approche psychologique qu'ils vont être faibles. 心理的には、精神的には、そういう曖昧とした、試合の準備は、彼らの弱点だと思う。今日の試合も決勝だから。Notre qualif passe par ce match. グループリーグ突破が、すべては今日の試合にかかってるからだ。C'est une équipe qui aime partir
sur les côtés. Qui aime bien combiner ou remettre. Qui aime bien combiner ou redonner. Qui aime bien redonner, qui aime redonner. Qui aime bien redonner. こういうコンビネーション、三角形のようなコンビネーションで攻めるチーム。D'arriver ici des une deux. ただし彼らの目標は常にこういう狭い角度で、最初はゴールなんであんまり高い位置でのサイド攻撃は使わない。でそこに十分言ったように一回、前線に当ててそこから落とされてミドルレンジのシュートが多い。Donc, on sait que laということで中盤のプレッシングは一つの今日の試合の鍵だし、そしてそれと同時に後ろの最終ラインの押し上げ、最終ラインの切り替え、最終ラインのフォワードとのボディコンタクトは一つの鍵になる。どっちかっていうととにかくまずスピリットが始まる。ファイティングスピリットっていうのはスピリットであるし、コミュニケーションである。コミュニケーションを言うと、コミュニケーションっていうのは味方に絞れ絞れっていう簡単な言葉から始まる。Pour ça, Yanagisawa. そして、前線のそういうプレッシングをかける柳沢と鈴木。中田。Ono。Myojin. Ina. Toda.Vous êtes responsable de ce premier rideau. Carpino, Ono, c'est comme toi. ちなみに、オノにちょっとカルピの話をしたい。彼は動いたら、多分、君も同じゾーンで動かないといけない。Et quand tu vas y aller, il va te suivre.だからほとんど2人とも同じ気持ちで同じ動きで同じ意思で同じ選手で動くわけ。ただ言ってるのはマンツーマンではない。イナはベルギー戦の得点心のようにこういうような自らでボールを持ってペナルティエリアまで持ち込むような積極性は必要になる。こういう局面、こういうチャンスはどんどん出てくるから意識しよう。自分のサッカーを出す、攻撃的にやること。リスクを通ること、de prise de décision. そして、しっかりと責任を持って判断すること、de combat. そして戦いなのだっていう意識も必要だ。que vous gagnerez ce match. この試合に勝つには今の話を守らないといけない。Que avec 3 points, on aurait bien vu sûr 90% de qualification. もちろん勝ち点3を得ると、グループリーグを突破する可能性は9割方になるけれども、mais il faudra toujours jouer ただし勝ち点3になったとしてもまだ決まらないから最後の試合まだある。Moi, il est très loin. だからでもとりあえず最後の試合を忘れて今日の試合に集中してほしい。今日の試合しかない。Et personne pouvait penser que la Croatie allait battre. そして例えばクロアチアがイタリアに勝つと誰も思わなかったし。Et personne ne pouvait penser que l'Angleterre allait battre l'Argentine. イングランドはアルゼンチンに勝つと誰も思わなかったし。Et personne ne pouvait penser que l'Afrique du Sud allait battre la Slovénie. そして南アフリカはスロベニアに勝つっていうこともみんな驚いたと思うよ。Donc on est dans la position de l'outsider. 我々もダークホースとしてそういう高いパフォーマンスに臨めないといけない。C'est le temps.Que vous preniez conscience de vos valeurs. Vous aurez l'occasion aujourd'hui de les montrer devant le monde entier. Toki ga kita. Vitaine Miyamoto. Le capitaine Miyamoto. Chevalier. Hop.ただしボールスピードが速いから待っててゆっくりと音を追いかけたら間に合わないから網張っておいてパチンと止めるようなイメージ。よろしく。やられるようなことがあったら2点絶対取れるはずだからそこは慌てる。黒く塗った。
上手ね。藤井スカートドレポパイが攻撃横はね、挑発とかいろいろあるからね、落ち着いて対応しよう。トメパイバカな顔を作ったクデポーリにしてた。ここは非常にずるい人は進めるって言ってる人が入ったけど、ギャデゴツアポワ肘も入るし、なんかずるいやつだから落ち着いて、さあ行こう、集中して、行こう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 、肩が行くかもしれないね。その時に全員はボール際に移動されてる。そしてコージがプレッシングに出た時に、向こうはね、シュートミドルレンジのシュートもあるけど、だからそのシュートの前のフェイントもあるからね。冷静に倒しよう。カルピーノは特にね、映像で見たよ。向こうのチームはベテランのチームだからね。彼らといろんな作戦、いろんな罠に落ちるな。自分のサッカーを出し終わって、美しく自分のサッカーを出して、行こう、行こう、出発で。On est dans une phase de combat. Donc pour l'instant, sur le plan défensif, c'est bien. Même si je reproche un petit peu à Miyamoto,
Quand le ballon est dégagé, loin. Si la balle est clear, ce n'est pas les 15 ennemis. Fais 5 mètres. 5 mètres ぐらいでも, là, il nous a guéri. Alors que le ballon, là, il est en touche. ボールがもう距離があるし、上げても全く危険はない。危険は全くない。そんな距離がある。C'est juste pour provoquer le gars. C'est juste pour provoquer le gars. C'est juste pour provoquer le gars. Tu es toujours en train de contrôler. Tu es toujours en train de contrôler. Tu es bien. Mais, 悪くないよ。悪くないけど、それより遊ぼう。それよりもうちょっと上げろ。5 mètres. そういう、5 mètres ぐらいの、そういう進歩が必要。リスクは全くない。Et tu mets la pression sur Matsuda. そして、それは、松田と中田にもちろんメッセージを。Ça, c'est un élément clé. Toda, Ina, Doji, bien, hein, vous avez vu. Toda, le ballon, Doji, oui, au first ball, Mina, on va prendre. Premier ballon raté, deuxième ballon. Le ballon, second ball, c'est très important. C'est très important. Donc, on est dans une phase de combat. Actuellement, on récupère tous les ballons. Derrière, vous faites bien votre boulot. Peut-être, je pourrais dire à Matsuda. Peut-être d'utiliser plus ces zones. Donc, on ne peut pas développer le jeu. Donc le jeu, il doit être pris en charge par Nakata, par Ono, Onomo, par Yanagisawa, Yanagisawa mo, par votre technique. Un peu plus. Un peu plus dans la conservation, dans la pétorie, actuellement, Nakata, Ono, Yanagisawa, c'est insuffisant. Shiji, tu fais l'effort défensif, tu fais des pas, mais il y a pas à prendre. Un peu plus. そういう勇気がしてる。Un peu plus. もうちょっとの勇気がしてる。柳、ピアノで柳はよくやってるよ。だけど僕は持ってれば、スピードもあるし、技術もあるし。Aujourd'hui, on le match, on va gagner avec ses individualités. 今日の試合はそういう個人性、各人の個人技で勝つかもしれないよ。Le match, il est bloqué. 試合は完全なる膠着状態だから。Derrière, ils nous mettent la pression. 向こうはもちろんプレッシャーをかけてるし。Un peu plus, il est. Un peu plus. Un peu plus. もうちょっと。Dans l'individualisme. 何か自分の個人性のプラス。Quelle situation? もうちょっと仕掛ける。もうちょっと勇気を持ってやってる。Suzuki bien à la fin. Suzuki 最後は。Mais au début, tu dormais. 最初は寝てたが、もう本当に最初はもっと積極的にやんないといけない。最後は良くなってた。Alors, soyez solidaires. そして全体でチームとして組織。On a les moyens de gagner ce match. 絶対この試合勝てるからな。Allez, on y croit. Allez, 信じろ、信じろ。外にさ、それ意識が強いしろ。最後。ディフェンス、ディフェンス勝ってもすぐに動かないと、蹴っても見てると、強いから、自分は。切り替え、早くして、少しずつ相手ずらして、もっとフランスのプレスクラブじゃないから、相手の。あと2分で、少しながら。ちょっとコンビでさ、スペース空けて、スッてそこで入っておくようにしないと、いつも来てやったらきついんで、松の方の。今結構空くからさ、ケイトがいたところはすごい空いてるから、スペースが。1個顔出してくれると、サービンとこな。あそこスペースあるから、あそこ十分キープできるの。サービンとこ。サービンのところ。ってるから、絶対相手前にやってたら。ノンバーが綺麗についてきた後。今出るに絶対ついてきてないから。あ、じゃあ一回落として。くさみに入ってみちゃう、俺。で、裏走り。見た。でも、たまにはもらってよ、ちゃんと。スタイルかもしれないけど、クラウドちょっと今から勝負だぞ。ここから最後の20分だぞ、大事なところ。20分引っ張れ、ここ。早く見しまって。ここだぞ、20分とこ、最後。あいつ絶対鍛えてくるから、絶対チャンスあるから。サーブ、ここでしっかり。集中力を最後まで。
心が変わったりするときにはもっと変えすぎるぞ。もう厳しい、みんな でも全然勝てない、頑張ろう、次、次やろう、次やろう、次やるぞ、次やるぞ。18番ってすごいんですよ。18番若い中盤ロシアの2面だ。ちょっと練り直しだ。ちょっと今日はとりあえずお疲れ様でした。4日間長かったよ。お疲れ様でした。アフタイムにお喧嘩しました2人で。落ち込んだから切れまくりました。僕に長期です。ゴール頑張れ素晴らしいよ。自分が出て負けても最悪だったし、それだけだったからね。出てないな。3人も、まだ4人、3人か、3人面白くない後半とかで。でも間延びしてるし、すっげえ暑い。すっげえ暑い。暑いなこれ。3連勝あるよ。3連勝あるよ。予選突破だって言ったらもう予選突破してるよ。2勝してるから2勝してるから予選突破してるし、3勝しないと。73やった。今2個になった。
さあ行こうよ、おい、おい、あれ行こうよ、元気出して、みんな元気出してよ、明日あるよ今日大切だよ、今日大切だよ、ずっと大切だよ、そんなにしようだぜ、明日、はい、予選突破だよ、ちょっと離れてよ、あるよ、オフサイオフサイ、かしかったオフサイ、なんか右系左系とかそんな感じでしょ、ね、それっていう推薦サッカーの選手に指示を出してるふりをしながら、違った言い方的にはどうきつい言い方なんです、すっごいきつい言い方なんです、手あげてセラエロン、tu crois qu'il est lent ça、 ça le flogeant là、 喧嘩してる、どうする、あーどうしよう、神谷が怒ってる、これさ口やったらちょっとスッて外してくれる、口やったら外すの、カメラこっちに、口で一回ポッてやったらスッて俺を画面から消して、はいはいはい、あれ声が遅れて聞こえるよ、これで完璧じゃない、編集すれいいや、そんなあよ回しといて、あなねじゃん、およ、よくやったぞ、完璧、ドルビア、おい、最後脱いで、なんか最後寒気してきたもん、それ言い過ぎ、ほんまほんまほんま、最後ダッシュ終わったらなんか寒気がした、危ないね、暑いの変わってあの時思い出せ、何昔から変わんないよ、それはジュビロ、なんか位置が言うとほんまに上がってないよ、持ち味だから頑張った、いや静かなご飯の森の影、はい、静かなご飯の森の影から、その次何やったんですか、もう来ちゃいかがと過去が楽だよ、分かってねえな、替え歌、替え歌しか覚えてない、歌ホットコット女の声がする、いやバカンそこはダメよって、これ知らないですか、知ってる知ってるトト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 ト
どうする？掴んかったり掴んかったりやった。森島。ここに行くんだよ。疲れだいぶ気出すと今度。こうやって蹴ってる分には別に大丈夫。左は左。左あんま蹴りたくない。感覚が鈍いし。左必要ない。右足だけ分からへんだ。アウトがあるじゃん。神経質なのかな。怪我のことなんて気にしちゃう感じなのかな。バットマンだ。バットマンだ。バットマン隠さないとか。どうやるんやったっけ。ボールが来る前に自分が飛び出す。自分が飛び出すか。ボールが来る。À ce niveau-là, il devait avoir 500 par mi-temps. Et sur 500, il y a eu l'occasion de but. Et l'équipe qui va jouer à l'équipe de Tunisie, c'est une équipe qui va gagner à Tunisie. Non, Tunisie, c'est un peu comme si nous là. Ok. Parce qu'on voit les matchs, hein, on sait que les joueurs qui ont joué là, ils sont fatigués. Nishizawa, Suzuki ne peut plus courir. Nishizawa, Suzuki va se calmer. Nishizawa, tu joues à Osaka. Kimi no Mondeba va détecter le gars. Osaka, il y a Osaka, 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 みんなもっと励ましちゃうんじゃない。
いから、フォワードとかに入ったボール、もらってワンツーとかやったら、多分パスだぞ。はい、一回スコンって割ってやって、ダイルとかで、ちょっと服でも、もしても、水でも落として、もう一回出てけば、多分ライン浅いから、全然楽勝だよ。一発一発やっぱりやってるから、なかなか難しいから。雰囲気が見えないから、出せない。プラス、逆からのフォワードが。動いたら、もう来たら、やっぱ引かさなきゃダメ。裏にやっぱり出して、一回は。下がってるから、こっちは。ゴロで、全然行くと狭い。蹴れてないでしょ、左足で必死に走ってんのにバレませんだ。行きましょう、はい、最後で。正座ずっとしてるようなもんだ。そうそうそう、それですよ。そう、走ってるだけで正座1時間って感じ。15分ぐらいだったね。新聞？なんかベルギーのテレビとかで言われたらしいよ。ベルギー戦の放送をさ、うん、してたベルギーの放送局が、うん、バットマンの登場ですと言ってたらしい。あと高木がゴールしたのを、うん、どうして今年1点も取っていないのにこの試合で決めるんだとかさ、わけのわからんこと。Petite chance. もちろんチュニジアがまだグループリーグを突破する可能性はまだ残ってる。Pour que la Tunisie se qualifie, チュニジアがこのグループリーグを突破するには、il faut que la Tunisie, チュニジアが、batte le Japon 2-0 で日本に勝つこと。3-1 また3-1 4-2 4-25-3 Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une différence de deux buts. 2点差をつけること. C'est la seule condition. これはチュニジアの唯一条件. Pour que la Tunisie se qualifie. グループリーグ突破に当たる唯一の条件. Ça veut dire que c'est une équipe. Si je suis entraîneur. まあ私はチュニジアの監督だったら。Marquer deux buts en football, tout peut arriver. 2点は取れるから、絶対自分のチャンスに、信じろっていうふうに、私の選手に、言う。Le Japon, pour se qualifier. 日本に関しては、グループリーグを突破するには、
Il faut qu'il gagne. Quand je suis arrivé il y a 4 ans au Japon, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur ici. Et on avait gagné à 0. Et c'était Nakayama qui avait marqué le penalty. Il y avait quelques joueurs qui sont ici présents. Et ça avait été le début d'un long processus. Presque 4 ans sont passés. Beaucoup de choses ont été faites. Et on revient ici à Osaka. On a tous vécu cette préparation à sa propre façon. Toute cette expérience allait dans votre sac, dans votre bagage. En ne changeant rien dans leur football. En jouant sur leur propre qualité. Et que ce soit l'équipe de France champion du monde. Ou que ce soit l'équipe d'Argentine favori pour la Coupe du monde. Les Suédois n'ont pas tremblé. Et les Danois n'ont pas tremblé. Est-ce que vous pouvez imaginer le monde qui va y avoir demain? Est-ce que vous imaginez quelle page vous allez écrire? Vous allez l'écrire avec votre maillot bleu. Vous allez l'écrire avec votre drapeau sur le cœur. Préparez le match, les gars. お疲れ様。よし、中行って。もうそのまま上がろう。頑張ろう。すごいね、なんかワールドカップフィーバーっつうのがなんか。辛いこうかな。脱いで。明日もしさ、小田とイナがさ、イエローもらったら大変なことになるんじゃない？
金子になるね。2枚一気に買えるって言ったらすごいことだよね。うん、ちょっと足の裏に。Aujourd'hui, le jour que nous allons vivre est un jour exceptionnel. 今日の日は本当に素晴らしい一日になるだろう。Parce que il représente un aboutissement d'un processus. 一つの長い過程の結果だから。Il représente la qualification pour un deuxième tour de Coupe du Monde. そしてワールドカップの決勝トーナメント進出がかかっている試合だから。Vous en avez tous rêvé. それはみんな十分子供の時から夢で見たことだし。Vous avez travaillé pour ça. そのために一生懸命仕事したわけ。Aujourd'hui, on y est. 今日はその時が来た。Que ce soit la Tunisie. それはチュニシアだろうが。Ou que ce soit une autre équipe. また他のチームだろうが。Rien ne peut nous arrêter. 止まれることはない。Simplement, on sait aussi qu'il n'y a pas de petit match. そしていつも言ってるように小さい簡単なゲームっていうものはサッカーでは存在しない。On sait qu'un match se joue sur un détail. そして一つの試合はとっても細かいディテールで流れが変わるっていうことも知ってる。On sait que les Tunisiens ont 5% de chance. そしてチュニシアが、このグループリーグを突破する可能性はわずか 5% のチャンスしかない。On sait qu'ils ont un espoir. だけどそのチャンスを信じてやるわけだから。Cet espoir, ils vont le jouer à fond. このチャンスは思いっきり自分のチャンスに信じてやるから。それはプライドがあるから。Par orgueil. それは自尊心があるから。Ça va se jouer sur des vertus de combat. この試合はまず戦いっていう価値観を持たない。On doit arriver dans le match avec des vertus de combat. 最初から今日は何よりも大きな戦いになるんだっていう意思を持たないといけない。それは我々の最初の2試合の力だから。Qui fait qu'aujourd'hui vous êtes présent. そこまで来たのはまさにこの価値観を守ったからだ。Ce qui fait qu'aujourd'hui on a la possibilité de se qualifier. 今日はグループリーグの突破のチャンスがあるのは自分のサッカー、自分の価値観を守ったからだ。デビュー、長崎。最初から長崎。宮本、中田、松田、戸田、稲本、大野、中田、明治。Et je vais ajouter dans ce principe d'énergie, Enerbishna Chuban, Yanagisawa, Koishoni Tatakao Tsuneni, et Suzuki. Yanagisawa to Suzuki. Prenez tous les scénarios. Bon, il y a un scénario qui a été fait. On met un but, il faut qu'ils en mettent trois. 例えば、うちは1点を入れたら、向こうは3点を決めないという。Vous en prenez un. 1点がリードされたら、vous égalisez. そして追いついたら、il faut qu'ils en remettent deux. 向こうは再び2点を入れないといけない。Ils mènent au score. 向こうはじゃあ、vous égalisez. 1-0 だとしても、il faut qu'ils en mettent deux. すぐは 1-1 になったら、向こうはまだ2点を入れないといけない。Ils ont 5% gagné. 向こうのチャンスは 5% でしかない。Vous avez 90% de vous qualifier. 君たちは 90% のチャンスを持ってるんだ。Sur la logique. それは論理的に。Sur votre état d'esprit. 同じスピリットでやってれば。Sur votre force. そして同じ力で自信でやってれば。Vous êtes les 23 guerriers. 君たちは23人の。Ceux qui vous mettent l'uniforme. 戦いを。De combat. ってくる人。今日はユニフォームを着て戦いながら自分のサッカーを出しながら sur les valeurs de 4 années 4年間の価値観を守る rien ne va nous arrêter もう止まれない rien ない何にも on va tout donner les gars 今日は全てを出し切るんだキャプテン宮本行きましょう簡単話は検討になりますそれだけ短い外暑いんで給水今からこまめにえ
みんな絶対もらうなよカード。危険だよ。次もらったらさ、普通にやれないんで出れない。1試合目爪も外捨てればなんか中途半端なポジション入ってるけど、前向いたら来るから、俺らの立場も、もう全然しっかりしてこなさいけど、取れるまで我慢だ。 だから低いボールでさ、だからもうなるべくさ突っ込まないでさ、こうで簡単に上げさせようにするから、そこからドリブルで仕掛けてくるじゃん。ドリブルとか気をつけて、もうそこだけを見とけばさ、そんな簡単には抜かれないと思うから。とりあえず18のところから出てくるから、そこで見てくれれば。まずがキーパーからボールが、ヘディングに出すキーパーの、ディフェンスラインからのゴールを。じゃあ、 まだ跳ね返される。そうそう、それが、そうそう、昨日みたいに、ああ、ちっちゃい、あの、今、長いボールだけど。まあ、相手が、こうやって、後ろ向いて走りながら、ボールを取りに行くべきだし。でも、さ、意識しなくていいと思うんだよね、上げることだけど。中盤、ゾーン開けたら、結構。あ、まあね、うん、そういう。じゃあ、さ、やっぱさ、ワントップで真ん中いいんだよ、松君。常はさ、どっちかっていうと。 こう意識させて、常に通信チャピーよ。カバーカバーでさ、立ち道流れてくるじゃん。だからライン上げたら、そのままさ、こう常と俺がいて、この間こう入ってきそうじゃん。なるべくさ、後ろ見ながら、序盤とかに前に向かってドリブルしたいなって。一番やったら一人ずっと出るようにしてさ、よし。 いかなくちゃいけないけど、いけない場面出てきますね。うん。それを使うような低い時は、やっぱり前からガンガン行かないと。そうですね。なるべく僕らもライン上げないとさ、距離長くなったら、なるべくコンパクトにして。試合終わりよ。はい。集中して。終わりよ。最後行こう。行こうぜ。これは終わり。ごめんなさい。 Vous leur montrez que vous lâchez rien. On a des certitudes dans notre jeu. Servez-vous de ça. Servez-vous de votre expérience. Il y a 50 000 personnes pour le même maillot. Ne lâchez rien. Vous avez des certitudes dans votre jeu. Servez-en. Ils savent qu'ils vont jouer devant toi. C'est un team, Thank you.
コジ、何が問題か分かる?何が?攻撃の時に。攻撃の時にさ、動いてないからさ、出しどころがないんだけど。待って、前が。そんな無理にいかないでもいいから。そう、いかないんだから、ディフェンスラインの前。ゴール回してる時に、ボランチも含めて、ダイレクトがないから全く前に進まないわけ。ある?ダイレクトの1本入れば、もう相手完全にプレートいいじゃん。なんか受けてる時は必ずダイレクトを変えてるんだけど、ギターリーするか多いでしょ。ここは落としてするダイレクトに変えてるんだけど、その時にやっぱチェンジしないとさ、単純に。待つのところと特に、個人のところで。別にさ、前に行くやつ必要ないけど、急ぐ必要は。一本ダイレクト入れて、後ろで回すだけでも、相手はもうそれでも気づいから。リフレッシュして、リフレッシュして。まずは、やんねえことだわ。ダイレクトもうちょっと。名字のところいいからさ、ダイレクト。 時間が経てば立つほど彼らには難しくなるよ。2点取らないといけないからな。それは一つ目の一つの課題だよ。それを理解しないといけない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 。それは一つ目の
お疲れ。どうだった？そうだった。あっという間に。少し出たらよかった。ね。うん、次だね。次。向こうは何な？3-1、ベルギー。俺だけじゃない、俺だけじゃない、きついな、みんなきつい、よかったよかった。tous les matchs. まあ、あの全員が試合に参加できないことは、まあ、それなりの悔しさもあって、簡単なポジションじゃないということは分かってる。C'est vrai que c'est plus facile de faire entrer un joueur qu'un gardien de but. まあ、もちろん、あのさらにキーパーだとね、あの途中で入ることはフィールドプレイヤーよりは難しいから、キーパーにとってはそういう集中力を保つことは難しいと思うけど、ただ川口に、そして曽我畑に言いたいのは、それはプロとしては当然なことなんで、あのグループとして頑張ろう。この状況は、何の代表であれ同じ状況なんで、みんなが十分理解できると思う。Peut-être qu'on ne réalise pas qu'on est en huitième de finale. まだまだあのベスト16、グループリーグを突破したっていう意識がないかもしれないし、まあそれはかえっていいかもしれない。とても落ち着いて、次のことをしか考えない。この気分はいいと思うよ。そしてトルコっていうのは、特にスウェーデンより強いと思わないし、ロシアより強いと思わないし、去年のイタリアより強いと思わない。またポーランドよりは強いと思わないからな。l'avantage de la dynamique. Et ma advantage として今の勢いがあるね。その勢いに乗ってれば、どこまでも行けると思うよ。サイナもこれなんですか？これカツですね。カツ。全部そっちは。ホタテとカツです。本当ですか？はい。それは忘れてるのでしょうね。
imprimé la carte. オランダ語。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 
一緒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 になった今。もう一回もう一回。そう、日本語じゃん。よし、最後3点マッチでいきます。3点?バレないよ。5点。5点はすぐ上がるって。何点?1点。コーチあれや、コーチあれ。左首左。おい!コーチ決めちゃった。おい! いたよ、暇。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 
qui nous a fait gagner. Quand vous aviez faim, quand vous alliez chercher les ballons, quand l'adversaire ne touchait pas terre, c'est ça qui faisait notre force. Moi ce que je sais, c'est demain vous jouez pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Même les États-Unis qui en a pris 4 contre la Pologne, Parce que je ne voudrais pas qu'on fasse l'erreur d'aller en retour, en recul par rapport au match de demain. Voilà. Maintenant, on fait 20 minutes de vidéo. Ono. C'est pas ce cirque. S'ils veulent discuter, au moins. C'est le cirque là. ワールドカップ光と影って感じ。それどうが光なの。そうだな、俺には4日が光で今が影だ。なんだよ。ワールドカップ光と影。光が出てくる。いやー、たった2週間で。どうだった今日は。今日しんどかった。 Sinon, c'est ça. Il aura fait ça. J'ai vu le costume du dimanche. Et vous avez montré à tout le monde, c'est-à-dire à tout ce monde que propose le football international, de quoi vous étiez capable. Soit on en reste là. Quand je regarde la jeunesse de tout le monde, je pense qu'on peut parler de la Coupe du Monde 2006. 今日のトルコ戦で十分も我々の力が通じる十分も上を目指せる Dans ce cas-là, on ne peut plus être la petite équipe japonaise effrayée, timide comme on a pu l'être avant. 前みたいなコンプレックスを抱く小さい日本代表ではなくもう一番上のレベルで通じる日本代表だっていうことをしっかりと見せないといけない Et nous sommes aujourd'hui, nous jouons notre match pour une qualification pour les quarts finales. Et j'ajoute encore une fois que
on peut même imaginer également ce tableau par rapport au 2000. そしてまた繰り返すんだけど、シナリオをもっと冷静に見れば、準決勝もそう遠くない。Que vous avez prouvé contre la Suède. それは十分スウェーデン戦でそういうシナリオを見せたし。Que vous avez prouvé contre それはコスタリカ戦でも。Que vous avez prouvé contre le Honduras. それはホンジュラス戦でも。C'est que vous avez prouvé contre la Belgique. そしてベルギー戦でもリードしてから追いついた。C'est-à-dire autant de situations lorsque vous avez été mené au score. いろんな状況になったとしても、ビハインになったとしても、十分精神的には追いついた。C'est un élément qui vous permettra d'aller jusqueAu temps réglementaire, plus pour le match. だから言いたいのは今日は90分もあるし、そして延長もあるし、plus PK。そして PK 戦もあるから最後まで同じ精神力、同じメンタルを持って戦いしないといけない。だから今日は、何よりも後悔してほしくない。全てを出し切ってほしい。Avec les conditions qui font notre force。そして我々の条件、我々の力といえば、le combat。まず戦い。S'imposer。それは立ち上がりから主導権を握ること、競り合いに激しくいること、激しさっていうのはもちろんプレッシングをやる時の激しさ、アグレシビティ。Toute cette expérience stratégique プラス戦術的な決まり事と経験、qui commence par une défense solide まず最終ラインのきちんとした動き、par un milieu de terrain agressif そして中盤の激しさ。Par une attaque lucide. そしてフォワードの落ち着き、冷静さ。Avec cet esprit de sacrifice. このすべて自分を犠牲にするチームのために全部を出し切るようなスピリット。Ça commence par une stratégie de joueur qui commence. そしてそれはスタメンになる選手でもそうだし。Avec une stratégie de spécificité. そのスタメンになる選手は各選手はそれぞれ自分の特徴があるんで、その特徴をよく理解する。Ça commence par des joueurs qui finissent le match. そしてスタメンに限らず途中で出てくる試合を終わらせる選手の大切さ。Donc j'ai bien parlé ensemble. 要するにまさにグループとしてチームとして最初から最後まで戦うわけ。Vous n'avez rien à perdre. そして何よりも失うものはない。Le bloc défensif. ディフェンスのブロック。Miyamoto, Nakata, Matsuda, Toda, Inamoto, Ono et Miyoji. Narazaki, Nakata et Alex. そして Alex. Alex, dans ta zone gauche. Alex は自分の左のゾーン。Ishizawa devant, reste dans l'axe Ishizawa. Ishizawa au mandaka, 本当に真ん中にいいよ. Une seule mi-temps. Ishizawa ひょっとすれば45分しかやる. Parce qu'à la fin de la mi-temps, tu auras des blessures. だけど計算せずに思いっきりやる. Quand j'ai parlé de sacrifice, もう自分を犠牲にするっていう話をした. Là aujourd'hui, tu vas avoir une jambe cassée. 君はひょっとすればこの試合が終わったら右足の骨折で終わるかもしれないし. Parce que le sacrifice, ça va être. 犠牲っていうのは自分の痛みを犠牲にする. すべてを戦いにかけるわけ。それはボールをもらうときにの戦いでもあるし。下がって十分そこからためを作って起点を作る、そういうポストの役割。本当に失うものはない。L'objectif est atteint. で目標はきちんと果たされた。Quand on dit c'est du bonus. だからいつも言うように残りはボーナスというのは、解放感があってそこからより強くなったということです。ボーナスというのは今日は結果は何でもいいっていうことではない。もう今日の試合は本当に死がかかってる。今日は決定がつく。ベルギーも最後までブラジルに勝てるっていう強い自信を持ちながら素晴らしい試合だった。Toutes les huitièmes de finale ont été difficiles。全てのベスト16の試合は両チームがチャンスを失いながらやったし。Il a fallu les buts d'or。PK 戦だろうがまたゴールデンゴールだろうが決してベスト16は勝てない試合にはならない両チームにとっては極めてハードな戦いになるしかないだけど我々はホームなんだ Vous avez l'avantage d'être en confiance だけど我々は自信を大きくつけているんだ Tu es japonais アレックスは君は日本人 T'as voulu être japonais 君は帰化した Aujourd'hui t'es pas dit-toi 今日はみんなはグループのために君を応援したい君のためにこの試合は非常に大切だ。君は自分の特徴がある。On sait dans quel domaine il est fort. アレックスはどういうところで強い、どういうところで Mais il faut vous aider. 特徴を生かせばいいのか。分かってるから。Vous allez aider. み
Maintenant, Alex, lui mettre la pression. Alex, Alex, au bout de 40 minutes, t'es mort. Alex, Capitaine, bien. Capitaine, bien, Moto. Tu m'as chaud. Soyez bon. Thank you.
結構厳しいからさ、逆にこの Suzuki, tu remplaces Alex. Suzuki. Alex est parfait. Suzuki, bien. Alex. Suzuki, tu remplaces Alex. Dis-moi Alex, quand est-ce qu'il attend? Avec Nishizawa. Ichikawa. Ichikawa. Tu rentres à droite. Ou à Migi Saido. Tu remplaces Inamoto. Inamoto dans le fond. Yojin, tu passes au milieu. Avec Toda. Toda to. Ono. Et Nagata. On commence comme ça. Alors, dans la même organisation derrière. Les mêmes mouvements de Ono. En sachant que Ichikawa. Même si tu devras venir nous aider derrière. Je vais demander à Matsuda. Amiya. Matsuda Miyanokata. Parfois d'être confronté à plusieurs situations. Le 9, 11番, 9番, peut-être le 22, 22番, c'est là que vous avez mis en place notre stratégie. Vous allez souffrir en demi-temps. Alors tu le feras. Hein? 3m, mais c'est le jeu de risque. Le jeu de risque. En sachant, n'oubliez pas le marquage hein, sur les coups de pied. Faites le marquage. Il faut comprendre des risques. Le risque, le 9, marquage, tu vois. On a une mi-temps, les gars. On peut revenir. On peut revenir.絶対。はい、ここはこれじゃない。よ。カバー、カバー。で、どんどん出てる。で、俺の中に帰ってきて、こっちでこうやって。入場ちょうだい。11番って、ハゲ。そうそうそう。ハゲはね、なるべくマジさんとマスターちゃんがいい。と、20。20はすぐ。そんな上がってこない。じゃあ、18つかせりゃいいと。 10番が最低、捕まえきれない。ちょっと微妙に4枚になってる。あとこの1枚上げたら。新庄もう左の中盤ぐらいの感じ。まあ1枚上げてっからね。でもしょうがないじゃん。もう新庄前。もうすぐなるときもあるよ。痛いシーンがね。シャーリー。自信持って。え？9番のボス。 あ、11番のボールだ。あ、絶対持ったらさ、サイドに行かして、そこでボール。先生は必ずドリブルするから。ありがとう、いいですか。だから俺のポジション気にしないで。もうゴールポストもキーパー出ないで。行けるぞ、行けるぞ。信じろ。チャンスあるよ、チャンスある、行こうよ。自信持って、自信持って。 Toujours garder la profondeur. Donc, Minai Tegrai. Premier ballon, particulièrement sur Suzuki Nishizawa. Suzuki to Nishizawa, ni fast ball, il était. Plus on va avancer, plus ils vont. Il est là, Mukoa, もちろん, 守備を固めて, 引いて守るからな. Donc, il y aura la solution, Ichikawa. Solution, moi aussi. そして、そこから、トップに当てて、そこからファールをもらえ. ありがとうございます。最高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 。最
また2006年、2010年と未来をワールドカップは続くわけです。ぜひこの悔しさを糧に次はもう一つ夢を狙ってください。本当にありがとうございました。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様でした。本当に4年間ありがとうな。みんな良いチームだったよ。お母さん、お母さん、山本さん、頑張りしたくれ。山本さん、素晴らしかったですよ。じゃあ、すいません、業務連絡、いつもの流れになりますので。フラットフリーそのまま。いやー、説得ねえな、ほんと。みんな、本当にやったぞ、ありがとうな。助けてもらった、本当にありがとう。2002年は。とりあえず2002年は終わりました。そしてここからまた新たな戦いが始まります。4年です。頑張りましょう。またドイツ行くんですか？行きますつもりです。Thank you.